バーニー・ホワイト・ベアーは、アメリカ・インディアンの州長、民族運動家。1937年9月27日、ワシントン州東部にある、コルビル・インディアンホリウチのインチェリウムで、コルビル部族連邦に属するシナイクスト族のバーナード、レーセスとして生まれた。母、マリー・クリスチャンは、シナイクスト族インディアン、父・ジュリアン・レーエスは、フィリピン人移民だった。バーニーのような、 フィリピン人とインディアンとの根結は合衆国ではインディピーノと呼ばれている。兄弟はバーニーを合わせて6人いた。コルビル部族連邦は彼らの意志とは関わりなく1872年にユリシーズ・グラント大統領によってコルビル・インディアン保留地を領土とし編成されたコルビル、サンポイル、ネスペレム、シナイクスと南オカノガン、エンチアット、メソー、コロンビア、 ウェナッチ、パルース、ネペルセの11の部族の連合体である。1939年に両親が離婚。母親は中国系移民のハリー・オンと再婚した。バーニーは祖父母に預けられ、4歳まで保留地の最貧困地域でテント暮らしをしていた。後に彼は当時を振り返り、私たちより貧しい人がいたとは思えないと、10回している。 入学した岡野岩の公立高校ではインディアンの生徒はバーニーだけだった。バーニーはクラブ活動でトランペット奏者となり人気を集めた。一度、ポールという白人の友人宅に一泊を誘われた。この時、ポールの母親は彼の祖父のホワイトベアという名を侮辱し彼を追い出そうとした。バーニーは旧友たちの親から日常的にスコーの子だとか、 シワッシュといった別称を浴びせられ、嫌われていた。しかし、ポールは、母親のこの態度に怒り狂い、母親に猛然と食ってかかった。このことは、彼の心に刻み込まれ、以後の調停者としてのバーニーの運動姿勢に強い、影響を与えることになった。高校を卒業した後、ワシントン大学に通うため、1950年代後半に、バーニーは、シアトルへ引っ越した。 在学中、バーニーは、母親とタコマのピュアラップ側に出かけ、ピュアラップ族の活動家、ボブサタヤクムトであった。ボブは、インディアンの生徒権として、州の意向に逆らって公然と、伝統的な酒の投げ網漁を行っていた。ボブとの出会いは、バーニーのインディアン権利運動のきっかけとなった。 1957年9月、米軍の第101空挺師団落下産部隊に入隊し、グリーンベレーとなった。インディアンである彼は、軍隊で手ひどい差別と偏見にあった。1959年に退役した後、ボーイング社に就職し、航空機整備士となったバーニーは、インディアンの権利運動に身を投じることを決意し、レーエースの名を捨て、ホワイトベアーと名を変更した。 これは、母方の祖父である、ピク・アー・ケローナに敬意を表したものである。1950年代初頭から、合衆国政府は、インディアン諸部族の解消方針を強め、約10年間で100を超える、インディアン部族が、連邦認定を取り消され、絶滅したことにされていった。中でも1956年に施行された、インディアン移住法は、保留地から、 都市部へインディアンを放逐させるものであり、この法によって多くのインディアン部族はその共同体を破壊された。内務省ビアやアイチェスは保留地のインディアンたちに都市部での仕事を圧旋し、インディアンたちにもう保留地には戻らないと一筆書かせた。故郷を失い都市部に移り住んだアーバンインディアンたちが増加するにつれ多くの保留地が限界集落化した。 このようなインディアン部族に対し、合衆国は、連邦条約で保障した、権利一切を剥奪して、領土である、保留地の保留を解消し、これを没収した。ワシントン州では、シアトルやタコマが、インディアン難民の流入先となった。1950年の時点で、シアトル市に流入した。 アーバンインディアンの人口は700人に達し、多くのインディアンたちが高い失業率と差別にさらされ、路頭に迷っていた。バーニーは、シアトルに流入した、こうした、アーバンインディアンの一人だった。1959年、バーニーは、タコマの、インディアンバーで、ボブ・サタヤ・カム、ジョージ・ミ・イーチェム、ロバート・テイラー、ゲイリー・カラピス、兄のローニーとグループ、UI 組合を作った。 彼らインディアンは白人社会でのべつ幕なしに差別を受け、ことに生活漁量の禁止と差別に立脚する失業率は直面する大問題だった。彼らは飲んで話してこれをどう打破するかと議論を続けた。彼らは自分たちの置かれた位置を再確認するために自らをスキンズと名乗った。 インディアン部族の漁業権を主張するため、釣り小屋を作って、しばしばとわみ漁を行い、白人漁師を挑発した。やがてバーニーはこれを民族運動として、さらに段階を上げ、拡大することが必要だと考え、アメリカインディアン女性奉仕連盟の主催者の一人で、ある、チヌーク族の女性運動家キャサリン・トラウトであった。1960年、キャサリン・トラウラインディアン女性たちが、 シアトル市内にワシントン州発のインディアン語助団体シアトルインディアンセンターを設立。バーニーは保留地を放築されたアーバンインディアンによる部族の文化保全、部族観光流のための集会所であるこのインディアンセンターにボランティア職員として参加する。1961年バーニーとキャサリンたちアイウェセルはインディアンたちの結束を強め インディアン以外の民族にインディアン文化を知ってもらおうとパウアウを開いた。バーニーはこれをラジオや観光物、テレビで公開。1000人を超える来場者を集め、アルカイ岬で振る舞われる伝統的な鮭の炙り焼きは大評判となり、このパウアウを毎年1000人近い来場者を集める例年行事とした。穏やかで率直な話ぶりから、 すぐに優れた交渉者となった彼は州政府を相手にアーバンインディアンの問題をめぐって数々の交渉をこなしたこの夏6万ドルの保証金と引き換えにコルビルインディアン保留地の保留を解消し合衆国領土として没収するという連邦政府の発表に対し家族を挙げて反対抗議団に加わっている同時期にワシントン州は 魚や動物を保護するとして、釣りと狩猟法を制定。同州で酒量を制御とする多数のインディアン部族から漁業権を奪った。ボブサタヤクム、ニスクオーリー族のビリー・フランク・ジュニア、チュラリップ族のジャネット・マクラウドラは、運動団体、アメリカ・インディアンの生き残りのための協会を結成し、州政府と合衆国に対し、漁業権と生存権を確約したインディアン条約を、 再確認するための抗議行動を開始。バーニーら、シアトルインディアンセンターも、この抗議行動を支援した。バーニーはさらに、ワシントン大学に、アメリカインディアン学生組合を設立するため、コルビル族のランディ・ルイスと共に、インディアンセンターで会議を主催し、この設立を助けている。1964年、この漁業権運動は、サーヤや、 全米インディアン若者会議によって、州下の川で抗議団が州標を破って一斉に、投げ網を投げる、フィッシュイコールインと呼ばれる抗議行動に発展した。この実力行使には、他州のインディアンだけでなく、マーロン・ブランドや、ジェーン・フォンダといった白人の有名人、全米黒人地位工場協会、ブラック・パンサー党などの黒人公民権、運動団体も講演を行った。 対するワシントン州も女子どもを問わずインディアン、抗議者を暴行逮捕し、70年代にかけての以後数年間に渡り、全米の樹木を集める一大民族運動となった。1968年、シアトルインディアンセンターのパウアウ開催がきっかけで、欧州への民族舞踊公演ツアーに参加。この経験が、 全部族が結集するという後の全部族インディアン連合を構想のきっかけとなった。1969年、ボーイング社を退職し、以後、シアトルインディアンセンターの職員に専念。翌年には、専務となった。IOSL が設立した、シアトルインディアン健康委員会には、姉のルアナ・レイエスも参加している。フィッシュイコールインで、州内が騒然とする中、 アーバンインディアンたちの貧困と窮状は相変わらずだった。彼らはシアトル市のインディアンの雇用供給のための団体、キナテチタピを設立した。パーニーをはじめ保留地から放築されたアーバンインディアンの若者たちは彼らが部族会議によって歪め伝えられているのを肌で感じていた。全米インディアン若者会議スポークスマンであり、ポン家族の運動家。 クライド・オーリアは1967年の地方の貧困に関する大統領サモニー委員会で次のような証言を行っている。この時期、シアトルに流入したアーバン・インディアンは4000人に達していた。ビアもアイチェスも都市で暮らす彼らに連邦条約の一切を認めず何の援助も行わなかった。シアトルに住む多数のアーバン・インディアンは 連邦の援助プログラムや資金提供が中部地域の黒人にばかり偏っていると不満を高まらせていた。雇用改善のためのキナテチタピの運動は何の成果も上げていなかった。数百万ドルの連邦資金はすべて市の中部地域に集中し、彼らは無視されていた。シアトルインディアンセンターは相も変わらず借家住まいで運営資金は寄付に頼っていた。 シアトル市人権局職員だったブレア・ポールは何よりもインディアンたちの結束が公的援助要求のためには必要不可欠だと考え、これに賛同したのがバーニーだった。この年の9月、バーニーは集会を開き、この時初めてアーバン・インディアンの結束を呼びかけた。バーニーは多民族間の交渉の中でインディアンの民族名の独自性にこだわり、 他のアメリカ先住民と総括され、ネイティブアメリカンと呼ばれることを嫌った。彼らはアーバンインディアンであり、全部族のインディアンだった。シアトルやサンフランシスコのインディアンセンターを通じて集まった、バーニーやモーホーク族のリチャード・オークス、サンテス族のジョン・トルーデルらは、連邦の区靴に過ぎない、部族会議を見限って、部族を超えた個人の集まりとして、 全部族インディアンを名乗った。彼ら、全部族インディアンたちは、フィッシュイコールインとはまた違う方向で、何かアピールできる方法がないか模索し始めた。この年秋、サンフランシスコインディアンセンターが、火災で消失。行き場を失った、サンフランシスコのアーバンインディアンたちは、リチャード・オークスの提案によって、サンフランシスコ湾にあるアルカトラズ島の選挙を決定する。 1969年11月9日、リチャード・オークスやジョン・トルーデル、バーニー、ランディ・ルイスら76人の全部族インディアンの若者たちがアルカトラズ島を占拠し、この島をインディアン文化センターとすると宣伝した。アルカトラズを占領したインディアン活動家のほとんどが若いアーバンインディアンの大学生か学院生だった。彼らの戦略は好戦的で、 対決的な直接行動であり非暴力抗議だった。この手法は全米インディアン若者会議やアメリカインディアン運動といった急進的なインディアンの若者たちがしばしばアンクルトマホークと呼んだ彼らよりも一世代上の部族会議のメンバーのロビー活動を主体とした戦略と対象をなしていた。この選挙にはニックのほか AIM も協力し 最終的に5000人以上の抗議者が参加した。バーニーら若いインディアンの活動家たちは全米のメディアの注目を集めることに成功し、アーバンインディアンの球場にメディアの注目を集めることに成功した。彼らの究極の目標はアルカトラズ島にアメリカインディアン大学とインディアン文化センターを設立することだった。この点では失敗したが構想そのものは シアトルを含め全米で不満を高めるアーバンインディアンに大きな影響を与えることとなった。ちょうどこの年、リチャード・ニクソン大統領はヘンリー・ M ジャクソンとワレ・マグヌソンが提出した公正な市場価格の例から50%の対価によって非連邦政府隊が連邦の余剰の土地を取得できるとの法案請求に署名した。シアトルには ピュージェット湾を望む米軍のロートントリデがあったが、米軍はこの基地の廃棄を宣言していた。この新しい法律によって、シアトル市は、ロートントリデをただで取得できるはずだった。これを受けて、キャサリン・トラウラ、アイ・ウェセルと、キナチ・テタピは繰り返し、インディアン文化センター用地として、ロートントリデを取得するようシアトル市に請願した。しかし、市は、その要求を拒否し、 連邦認定されていないアーバンインディアンをビアが相手にしないことを知っていながら彼らにこれをビアに訴えるようたらい回しにした。バーニーと仲間たちはシアトル市のこの態度はアーバンインディアンの切り捨てであると捉えた。この一件がアルカトラズ選挙事件の直後だったためバーニーはこの新しい法律を政治的な行動の機会と捉えた。バーニーは ロートン取り出の選挙を計画した。廃棄された、ロートン取り出のレーダー等1970年3月7日、バーニーは、ロートン取り出選挙計画の発表と前祝いのため、シアトル南部のフィリピン人共同体センターのホールでパウアンを開催し、全部族インディアンの仲間たちに向けて、次のように述べた。同年3月8日、早朝、バーニー、ボブサタヤクム、 ランディ・ルイス、キノールと族のジョーデラ・ラクルーズら100名の全部族インディアンは自動車キャラバンを組んでフィリピン人共同体センターからシアトル北部のロートン・トリデへと向かった。それぞれの車のアンテナにはインディアンの誇りを示す赤い布が結びつけられていた。彼らの車列は途中参加車両によって2列渋滞となり、 目的地に近づいた頃には 1km 近い長さになっていた。彼らは基地の南北両端で有刺鉄線のフェンスに毛布をかぶせ、これを乗り越えて侵入した。この後、女子供を含むインディアン戦巨団は TP と太鼓のエンジンを準備して伝統的な歌を歌い始めた。インディアンたちはまだ兵隊が基地に残っていると思っていなかったが、そこには 憲兵隊の警備員がいた。彼らは驚いて通報し、ルイス基地から、ボート鎮圧用の武装をした第390に、憲兵隊とシアトル市警官隊がやってきた。彼らはインディアンたちに襲いかかり、暴行を加えた。インディアンたちも反撃し、ジープがひっくり返され、憲兵隊はガス弾を使って彼らを追い込んだ。弊社に逃げ込んでいた子供たちは、 ガス弾を拾って投げ返し、三つの兵舎を炎上させた。多数のインディアンが逮捕連行され、交流された。約500人のインディアンが、基地の入り口の外に集まって、一大抗議デモを始めた。彼らは、この選挙抗議を自ら、侵略と呼び、基地前での抗議は3週間続いた。IOSL は直接参加しなかったが、キャサリン・トラウラは抗議弾に、食料や、 医療の援助を行った。彼らの他にも様々な民族団体が支援を行った。女優のジェーン・フォンダもこの講義団に加わった一人だった。バーニーとボブ・サタイ役務は選挙グループの代表としてスポークスマンを務めタイプライターを持ち込んで全米のみならず国際報道機関に対して声明文を配り選挙地で会見を行った。 バーニーは殺到したマスコミに向かってこう宣言している。3月12日、抗議団は再び選挙を目論み、警備隊の網の目をかいくぐり、長老や子供たちを含む約100人の集団が南端の崖をよじ登って砦出に潜入した。彼らは TP を立て、火を起こして太鼓を叩き始めた。再び憲兵隊と警官隊が棒と鎮圧装備で押し寄せた。 ランディ・ルイスは、うーん、デッドニーの虐殺の再来を覚悟したと、語っている。年寄りや子供もいるので、彼らは抵抗せず、殴り倒されて連行され、交流された。選挙グループには、ジムソープの娘のグレースソープもいた。バーニーは一連の選挙抗議の間、米軍との交渉に奔走したが、この実力行使自体は、 市内のインディアン共同体からの反対意見にさらされることとなった。ことにアメリカインディアン女性法師連盟の創設者のパール・ウォーレンはこの選挙がシアトルのインディアン語助団体に対するささやかな公的資金の援助を危うくしたと彼らを非難。バーニーやランディが謝罪する一幕もあった。バーニーらはフィリピン人共同体センターで集会を開き、 4月1日をもって、選挙を打ち切ると決定した。シアトル在住のフランク・ホワイト・バッファローマンという、数族のローノロイ氏は、その日、メッセージが空からもたらされるだろうと報道陣に、話した。4月1日に、記者会見の席で一度が空を見ると、フランクが雇った、宣伝飛行機が、ロートントリデを譲りなさいと大空に字を書いていた。4月2日、 TP を立てて抗議していた約50人の選挙団に対し、再びテレビカメラの前で暴行逮捕が行われた。バーニーは第3弾の行動として余剰を指定された、このオロートン取り出の土地を多目的な教育センターのために譲渡すべきであるというインディアンの要求を再確認するため努力するとコメントし、選挙抗議による基地譲渡要求を諦め、 交渉による要求に移行すると発表した。ここからバーニーに大きく力を貸したのが白人女優のジェーン・ホンダだった。ジェーンは戦術転換したバーニーを助け、マスコミを相手に全米にアピールを行い、交渉の場に政治家を同席させた。さらに、アメリカインディアン国民会議と40以上の非インディアン団体の後押しを受け、バーニーらは、 全部族インディアン連合財団を結成。ビアのルイス・ブルース局長との公式会見を実現させた。交渉完了までバーニーを委員長とするウアトフの委員会は問題の土地を連邦予定地として保留させるよう連邦政府を説得。ビアとしてはこの議題はアーバン・インディアンは相手にしないという方針に反するものだったため、ブルース局長は 内務省から保留の解除のための圧力を受けた。が、ウアトフは、市と同格の申請者となり、同時に、シアトル市はこの土地を、取得不可とされ、ウェス・ウールマンシアトル市市長を、長年の請願が無駄になったとして怒らせた。バーニーは、ウールマン市長にこう言っている。乗っ取りから3ヶ月後、シアトル市議会は市に対し、インディアン側と交渉する、要通告。 民主党大統領候補だったジャクソン上院議員がイメージアップを図って旗振り役となったのがこの決定に影響した。ジャクソンは最終決定間際には喧嘩腰だったと評されている。夜明け星の文化センター1971年6月に始まった交渉は11月まで長引いた。結果、連邦政府はウアトフと 全部族インディアンに対し、最高賞なしで99年間、基地の跡地8940平方メートルを無償対応すると同意した。両社間協定は1972年3月29日に承認締結され、余剰土地は8月30日に正式上渡された。バーニーはこの歴史的協定を公表している。 1973年3月、シアトルの町は、インディアン文化の中心地の開発のため、一般収益分配金の50万ドルを供出。経済開発局は25万ドルの追加助成金を提供し、ウアトフでは、コルビル連邦を、キノーレト族、マカー族が主となり、木材売却によって資金を拠出。1975年9月27日までに、 総建設費は120万ドルに達した。バーニーらは1万エーカーの土地の譲渡を要求したが、結局獲得できた土地は40エーカーに過ぎなかった。しかしこの米軍跡地は、ディスカバリー公園として整備され、1977年5月13日、ローニーレイエーエスが設計を助けた建物が完成し、これはアーバンインディアンたちの伝統文化や健康管理、 公共医療、生活の総合教育施設である、夜明け星の文化センターとして開設され、現在も運用されている。夜明け星の文化センター設立後も、バーニーは、交渉役として活躍し、インディアン健康委員会を設立するなど、アーバンインディアンの権利のために働いた。ピュアラップ族前部族会議議長のラモーナ・ベネットはこう、述べている。 1997年、ワシントン州知事ゲイリー・フェーロックから、過去10年間での優れた市民に選ばれた。1998年には、ワシントン大学から、著名な卒業聖賞を受賞した。この時期に、末期の大腸がんと診断され、闘病生活に入ったが、常にユーモアを絶やさない毎日だった。2000年7月16日深夜、自宅で死去。62歳だった。 この年、シアトル市から、卓越した市民の賞を授与されたばかりだった。ネ・ペルセ族によって、徹夜で、トブライの太鼓が叩かれ、翌朝、ワシントン州会議貿易センターで開かれた、追悼式には、シナイクスト部族代表団、ゲイリー・フェーロック知事、マイク・ローリー元知事、シアトル市長、ポール・シェル、パティ・マレー上院議員、ダニエル・イノウエ上院議員、 ジェインスレー会議員、ロンシムスラが出席し、バーニーの功績について、賛辞を述べている。シェルモトシアトル市長は、バーニーの死去に寄せてこう語っている。彼は、自身のアイデンティティを犠牲にすることなく、異文化間にまたがって歩き、これを説明し、鼓舞することができた。彼が、文化的なコミュニティを構築したおかげで、今ここに、 最初のアメリカ人に対するはっきりとした尊敬と理解がある。他民族間で交渉役を務めたバーニーらしく親友だったアジア系共同体のボブ・サントス、黒人系共同体のラリー・ゴセット、ヒスパニック系共同体のロベルト・マエスタスらが葬式の棺を担いだ。生涯独身で子供はいなかった。ルアナ・レイエス、テレッサ・オン・ホワイト・ベアー。 ローラ・オン・ホワイト・ベアーの三人の姉妹、ローニーとハリー・オンの二人の兄弟と、老いと名が三人ずついる。ローニー・レイエスは、芸術家、ルアナは、シアトル・インディアン健康委員会の運動家として、知られている。インディアン女性に対する別称アメリカ北西部での、インディアンに対する別称もともとは、チヌーク族を指す別称であるが、現在も公然と使われている本来は、 色付きの肌を意味するインディアンへの別称ファーストピープルズエードキュメンタリーサーベイオブアメリカンインディアンヒストリーハットバーニーホワイトビールエイブリーフーヒストリーオブザユナイテッドインディアンオブオールトライブスファンデーションネイティブシアトルヒストリーズフロムザクロッシングオーバープレイスシアトルポストインテリジェンサーデイブレイクスターシアトルポストインテリジェンサー。 シアトルポストインテリジェンサー、ありがとうございます。